アパートが火事になってるってやばいやん。この時間の火事はガチやな。部屋の真上で火事ってやばない？それ普通に消防車来んの？コメントしてる場合かマジで。今来てるって避難せんでいいの？あったかそうって。サウナになってんじゃん部屋。そんなサウナなかなかないよ。写真サウナとか。ね、タバコやば。生きててよかったんですけど、まだ生きてる保証あんの？めっちゃ熱いってマジでやばいやん。ガチの薪サウナみたいになってんじゃん。でもなんか燃えちゃいかんもんがいっぱい燃えてるから有害物質やばそうやな。木造だったら終わりやろ。もう一酸化炭素中毒で死ぬぞって怖いな。ツイッターに上げたらまんばず行くよな、さすがに。ウサカジュアタいつでも持ってるバッグと僕 PC 持たなきゃやばいな。PC 持たないとやばい。あ、でも仮想通貨はほとんど入ってねえやんよ、思ったら。メタマスクには。今は入ってねえ。バブルの時とかでやばそう。まあ、パスワード覚えてるから大丈夫か。PC は持っていきたいね、でもね。PC あったらもうやばいよ。赤取るで。PC がない生活をさ、PC の民は考えられへんでしょ、どう考えても。無理でしょ、もう。基本 PC の前にいるでしょ、みんな。愛犬だけも、そりゃ、うさぎも亀もいるから、結構大変やな。亀をすぐに引き取ってくれるとこもあんのかなって感じしな。クーラーボックスに回路めっちゃ貼って、とりあえずしのぐしかないよね、そうなったら。亀は30度ぐらいないと体調崩すからね。まあ、もう、このバルベス、インドホシガメの方もかなりでかなったし、だいぶ多分体力はあると思うから、そんな数時間とかにしてないけど。カジニキ大丈夫かなって。ガチで消えたくないか。大丈夫、家まで来たんじゃんこれ。避難勧告出たかな。回線燃えたとか、まあありえなくはないんか。スマホだけ持って逃げたらきついな。その場合どうなんの？あのさ、詳しくないけど、例えば隣お隣さんが燃えて自分の家まで燃えたら、お隣さんの責任になるんですか？それならんの？全部弁償してくれるわけじゃないよね、多分。さすがにとんだらんすぎやな、マンションに住むっていうのも。保険でなんとかなる？火災保険で。火災保険でとばっちりも効くんか、そもそも。そもそも。自分で燃やした火とかじゃなくて。隣の人に火事でさ、部屋全部燃やされてペット死んだとかさ、なったら最悪やな、そんな。しかも自分が例えば出て行ってる時とか。無理やん、ペットだけやったら。そういう時に緊急で駆けつけてくれる人を雇っとかなあかんっていうか、お願いしとかなあかんな、誰かにな。もう鍵持たな入れへんしな。最悪やな、それ。前にそういうやつに住んだって、実際そういう被害に遭った人ってこと？かわいそすぎるやろ。乱数が悪すぎる。マンションの質にもよるよな。いいとこやったら結構すぐ、てかまあ、作りが丈夫やしとかさ、そこら辺もクリアしてるとかあると思うけど。帰ってきたら家なくなってるってやばいな。あ、警備会社に委託できるよ。なるほど。まあ確かにそれもそうか。仕事中かなんかで不在の時にアパート全焼でペットもパソコンも全部燃えてしまったって。やば。ファイトクラブって何？ガチンコファイトクラブ？長沢くん。長沢くんはいきなり燃えたやんけ。あの、玉ねぎって燃やしたら美味しいからね。燃やしたらって。焼いたらね。ウサギだけ持って必死に逃げた。マジか。それって結構家も危なかったんですか、その時。うちのウサギ抱っこ嫌やからな。すぐにケージに入れな。玉ねぎ焼けた匂いっていい匂いよな。玉ねぎ美味しいよね。長沢くんも火を通したらうまいのかなって。もう燃えたやん、一回。ほんのり焼けてるやろ、たぶん。うさぎはもう本能的に吹いたらもう死ぬっていう風に遺伝子がもうインプットされてるからさ。吹いたらもう食べられるみたいな。うわ、ボーガンか。長沢くんを慰める会は性格悪いと思った。誰が？長沢くんか。311はどうしようもなくて10センチぐらい育った金魚を救えなかったって。それはどういうことなん？もう水槽が倒れてってこと？東日本大震災で原発の影響でペットは置いてけぼりにさせられたと。ああ、放射能吸ってるから無理みたいな。僕は意地でも隠し通したいな、そんな。お茶ね、間違えた。3階建ての団地でものすごく入れた。なるほど。やばいってなったってことね。ウサギの抱っこなんか全然ビビらんウサギもおるしな。でもあれ、ちっちゃい頃からやっぱ結構ある程度訓練でなんとかなったりするやつもいるらしいけどね、個体によっては。例えば抱っこしたら、膝の上乗せれたら餌あげるとかさ、そういうのを覚えさせるとかできるし。抱っこの仕方にもよる。成果したコーギーとかと、あー、あったような気もするね。抱っこの仕方って言うけど、もうさ、大人になってだいぶ経ったらどうやっても無理じゃない？やっぱり。うちの先は嫌がるけど。まあ、抱っこしてみたい。先日さん、おかえりメンバーですね。ブーン！あ、どうっす。まあ、抱っこしてみたいけどさ。うちのとこはもう覚えささんかったもんな。結構嫌がってたから。避難されてペットは連れてこれ、あ、そういうことか。なんとか隠したいけどな。両手近づけるだけ泣く？
泣くとかあるんや。泣かんな、うちのは。喉を鳴らすっていうのあるけどね。それは機嫌がいい時はね、テンション高い時とか。ブーブーブーって言ってるけど。いつも。撫でるのなんかもう大好きよ。頭下げてくるもんね、目の前で。もう、なんか撫でられる、撫でられたいその場所が、場所とかもあるからさ。小屋の横の、とこに飛び乗って待機したりしてるもんな。今とか特にそうよ。今の時間テンション高いからね、夜行性やし。8日の末路な、それは気になるけどな。ホームランダーさんやったっけ？あとでディスコードでメンション送っとくか。今送っとくか。ディスコードいるやろ。とりあえず送っといてよ。安全確保。まあ、さすがに、今、もしかしたら自分の部屋が燃えるっていうのはあるかもしらんけど、人命には関わらないと思うんやけどね。あんだけ余裕でコメントしてたぐらいやからさ。長澤くんみたいに自分の部屋が燃えてるの外から見てるって。呆然自失ってやつやな。今、カジニキ無事、そう、ディスコードでコメント来てる？おー、よかった。警察から事情聞かれてるらしい、今。部屋燃えてるとかやったら、自分が無事でもまあ、シャレになるからな。まあ、今日の大まかな流れとしてはですね、まず、梅酒完成しましたと。まあ、アーカイブまた見てもらったらいいと思うんですけど、梅酒完成して、まあ、早ければ今月中に発売開始と。で、まあ、まだいつになるか分かんないですけど、梅田ジャパンのアパレルブランドの名前が、ブランド名が決まりましたと。K&G。きっつい&かい。はい。そして、僕がユニバで出禁になりそうな話。出禁になりそうだった話。ここだけの話に書きました。そして、マスル君のとあるえげつない情報が手に入ったんで、それもここだけの話に書きましたと。プレメンの方は見といてくださいって感じですね。お疲れ様です。よりどりみどりや、今日ほんま。久しぶりにがっつり喋ったわな。やっぱ配信は喋らなおもんないよ。ゲームだけ黙々とやっててもね、別に裏でやれって話になるから。はい。そんな感じで。お疲れ様でした。まあ明日も普通に土曜日なんでね、配信はします。すると。なるべく早くしたいんやけどね、遅かった、ほんとごめんなさい。っていう感じで。お疲れ様です。あ、で、来月からメンバーギフトランキングじゃなくて、ドネートランキングに変わりますんで。それはまた、もう今日からの分、有効になるんでね。ただ、アルバムは一口、まあいくらにしようかなってちょっとまだ考えてないんで、まだまあまあまあ、$20とかになると思うんですけど、はい、お願いしますって感じですね。お疲れ様でした。ではでは。